通らないかい。無理しなくてもいいからね。お、映ったよ。でも、カメラの位置悪いね。もっと上から撮るようにしてよ。もうちょっと角度がねえ。小顔に見せるには、角度が重要だからね。あれ、カメラ動いてない。ここをこうすれば。よしよし、今日もハンサムだ。それでは、最近有名なアトラ、あれ？おかしいな、なんだ。それでは、最近有名なアトラクションパーク、ロードランの撮影を始めていくよ。実況はこの僕、イケメンがお送りしていくよ。あ、これはオフレコだけど。今は彼女募集中だから。気兼ねなく Facebook や Twitter で絡みに来てね。さて、それじゃあ真面目にお仕事に移るね。事前に下調べをしていた僕は、こっちに強力な武器が落ちていることを知ったよ。それは、この僕の肉体美を際立たせる宝具とも呼べる代物。とてつもない大きさと重さで、常人の腕力では持ち上げることすら叶わないらしいんだって。しかし、日本が世界に誇るマッチョイケメン、この僕になら、そんな心配いらないよね。それをもって、未だ前人未到のこのロードランをはぁ、ダメだ、丸腰で2体は辛すぎる。あんなひょろがりに背を見せるのは尺だけど、今は引かせてもらおう。これでもないか。お、これは。おお、これだ。これがマッチョ御用立ち武器、つぶあいヘンダーです。いやー、いきなりこんな最強武器を使っちゃうなんて、僕もどうかと思うんだけどねー。でもさ、やっぱみんなは僕が活躍するとこを見たいわけじゃない？それに応えるのがイケメンの務めじゃん。そう思うでしょ？イケメンなみんなもそう思うでしょ？まあこれが、イケホンへー。危ない危ない、次食らったら失神しちゃうよ。まあ、失神するイケメンもありっちゃありだけどね。でも僕には似合わないのさ。そこら辺の細マッチョと一緒にされるのはぁ。やめてー。ああ。ふぅ、ついついカメラ目線になっちゃうよ。まあこれもみんなのためだから、しょうがないよね。ふぅ、とりあえず、ここのガリどもをやっつけようかな。いはぁ、こだぁ。強い。どうやらここで失神すると、とてつもなく醜い姿に変えられるんだ。いくらなんでも、やりすぎだと思うな。そんなにイケメンが憎いのかな？ああ、そうそう、イケメンに戻るには、このヒューマニティを焚き火に使えばいいんだよ。あと、やられたらそこにソウルを落とすから、しっかり回収しないとね。今のがソウルだよ。お金であり、経験値でもあるから大事にしないとね。さて回収も済んだことだし、アンデッドバーグに向かうよ。なんでもそこが、ロードランで一番優しい作りになってるらしいからね。最初のうちは、おすすめルートに沿っていくよ。お、またもやしっこが出てきたね。そんな体じゃ僕は止められないよ。うおうせいやー。ふふ、もやしには辛すぎる一撃だね。少し張り切っちゃおうかな。いやー。これがパリだよ。そして、もう一丁。熱い。敵の攻撃をタイミングよく弾いて、大ダメージを与える技さ。慣れるまでは難しいって聞くけど、僕のようにテンプの才があれば即マスターさ。きえー、あら、おが、後ろかずぼう、ちょっとまたー、くぅーなんていいコンビネーションだ、反撃ができない。それよりも、早くエストを飲まないっす、かさー。貴様だな、ロードランにやってきた勘違いグサメンとは。そうだイケメンとはぼぼうっす、そうだイケメンとは僕のことだ。ポジティブグサメンなんて聞いてない。そう。ふぅ、エストを飲もう。彼は心が醜かった。だから、瞳に映るものすべてが醜く見えたんだね。かわいそうに。ぬーん。
よし、これで全員倒したかな。次に会う時は、お互い綺麗な心で会いたいものだよ。僕ももっと、身も心も磨いておかないとね。うわ、すごいでかいネズミだ。名付けて、ビップラージマウスだ。でも、ミーのビューティフォーボデイから繰り出されるソードにはかなわないよ。ふふ、僕の英語力、大したものでしょ？昔っから得意だったんだ。あ、そうそう、ここの英語表記も、全部僕が翻訳してるんだよ。なんか自慢話みたいで嫌だね、ははは。さあここが不死の公園、アンデッドバーグだよ。全然公園っぽくないけど、きっとみんなで楽しめるようにって思いが込められてるんだね。だいぶ道草送ってしまったけど。あ、もやしっこだ。おっと。てやー。何かないかなー？なさそうだし、進もう。またこれか。何に使うのかな？もしかしてソウルになるのかな？ソウルはタンパク質代わりになる？ん？おお、ドラゴンだ。すごい、まるで本物みたいだ。恐るべし、ロードラン。そしてこの僕、イケメンも忘れちゃいけないよね。おっと。まったく、少しは気を使って欲しかったなー。僕も忙しいから、そんなにサービスしてあげられる。ふっ、くう左腕を追い抜かれてしまったー。しかし、せやー。気持ちでくじけないのが、真のイケメンなのさ。こんにちは、イケメンと申します。おや？ここにスマイル置いていくので、盾もらっていきますねー。さてと、弓兵をやっつけなくっちゃ、せやー。おう？ライトクロスボウだ。いつか使うかもしれないね。まあでも、使うなら筋力を活かせる弓を使いたいなぁ。てやぁ。ふふ、そんな細腕では、この冒険を止められないよ。せいやぁ。さてここからは3倍速です。イケメンは、怪しい商人と出会いました。彼が言うには、ソウルと引き換えに商品を交換するよ。もちろん安くでね、とのこと。英語ができないイケメンはそこで、レジデンスキーというものを購入しました。読めないけど購入しました。そしてイケメンは、剣を振り下ろしました。後々理由を聞くと、何か邪悪なものを感じた、とのことでした。イケメンは持ち主を失った刀を手にしますが、脳筋には扱えず、槍を手にしますが扱えず、結局元の武器に戻しました。あ、自己紹介が遅れましたね。カメラマンのホビーと申します。今回はイケメンのロードラン物語を見ていただき、ありがとうございます。放送の企画についてですが、すべてイケメンに任せてあるので、私にもよくわかりません。後ほど本人の口から伝えるよう言っておきます。こんな動画でよければ、最後までお付き合いください。さてと、筋肉に栄養を与えないとねー。運動してから30分までに栄養を取ると、効率よく筋肉が育つからね。あ、そうそう、比較についてだけど、いくつか考えてるよ。まず一つ目がレベルアップについて。すべてのレベルアップは筋肉のために、ってことさ。さんにも分かるようにお願いします。あー、ごめんごめん。つまりレベルアップは筋力だけってことさ。イケメンさん、それだと HP もスタミナも上がりませんよ。うん、知ってるよ。でもそれはしょうがないさ、筋肉のためだからね。続いて2つ目、お尻を刺したりしない。ん、言葉の通りだよ。後ろから刺す技があるでしょ？確かバックドロップ、じゃなくって、ジャックナイフ、じゃなくって、バックします、じゃなくって、なんだっけな？あー、バックスタブ、ですね。そう、それをしない、ってことさ。鍛えるのはそれぐらいかな。
とにかく、かっこ悪かったり、卑怯な真似はしたくないからね。それが見る人によっては、縛りプレイをしているように見えるかもしれないけど。まあ、でも、基本的には自由にやっていくつもりだよ。視聴者のみんな、応援よろしくね。あらかた片付いたかな？おや？彼からは、他の人たちにはない、つわものの匂いがするよう、ぜひお手合わせしてもらいたいね。くぅ、背中越しからでもさっきがひしひしと伝わってくる。さあ、勝負だ、うはぁ、く、なんて振りの速さだ、見切れない、うふぅ、ダメだ。さっきで体が硬くなっている。一回距離を置いて、心を落ち着かせないと。こう狭いと、僕の体験もうまく扱えないからね。よし、ここにしよう。さあ来い。ルフォア。これで終わりだー。うーん、強かった。間違いなく今までで一番強かった。そんな彼の武器、黒い騎士の剣を装備してみよう。あれ、なんだかしっくりこない。あらら、どうやらこの剣を使うには相当な修練が必要みたいだね。力が乗らないなー。なんだか、剣に振られている感覚だよ。まあ試しに、一回これで戦っ。ふふ、悪くない発想だぜー。ダメだ、全く扱えてない。ならば、これでどうだ。はぁ、えぇ、ダメかー、やはり僕にはつぶあいしかない。まだ片手で扱えそうにないな。よし、進もう。なんとなく、決戦が近い気がする。ん？よし、まずは上に行ってみよう。何もなければ、下に向かってみるね。おお、あの霧は、どうやらこっちで合ってたみたいだね。ん？向こう側にも霧が見えたけど。あ、こっちも霧になってる。それに上があるね。登ってみるよ。あ、うわごつ。なぜじょうら。危ない危ない。さあ勝負だ。せわー。うん？これはホットパンツかな？サイズ的に。僕には履けそうにないや。人様のものを履きたいとは思えないけどね、はは。あの霧を抜ければいいのかな？うん、どうってかい。もはや人間じゃないじゃない。いやダメだ、落ち着くんだ。男には、絶対に引いちゃいけない時があるんだ。たとえ相手が大きくても、負けるとわかっていても、逃げてはいけない時があるんだ。それはきっと、今なんだー。今だ、せーの。よし、聞いてる。着実にダメージが入ってるはず。えーわー。しまったー。うふぅ。まだだ、まだ終わってない。うおー。これが最後の一歩だ。もう攻め立てるしかない。活路は前だー。うおー、くらえー。ふふ、やったね。
ミノタウロスをやっつけたよ。エストももうなかったし、ギリギリだったね。おっと、そろそろいい時間だし。今回はここまでだよ。次回も僕の勇姿を、お楽しみにねー。本日の、エネミーレポート。今回のエネミーはこれ。アンデッドバーグで出会った謎の黒い騎士、圧倒的剣速と技術で、イケメンを大いに苦しめた。しかし、腹式呼吸によって覚醒したイケメンの連続パリーの前に散る。通常は騎士の攻撃の隙をついて後ろに回り込み、ギブアーと泣き叫ぶまでケツ穴にぶっ込むのが安全策とのこと。これは余談ですが、黒い騎士のいた位置の奥には、指輪が落ちています。イケメンさんはうっかり忘れているので、後で拾いに行ってもらいます。皆さんも、取り忘れには注意してくださいね。買うことないかもしれないけど。